私は26日後に沖縄北谷のお店を閉店するジャグアタトゥーアーティスト。今回は私がアパートの一室をおしゃれな店舗に見せるため、自分で買ってつけていたものたちを撤収していく。まずはニトリで買ったペンダントライト、そして部屋に敷いていたフローリングマット。フローリングマットは直張りすると耐居地が大変なので、下からマスキングテープ、両面テープ、フローリングマットの順で敷いていた。そうすれば耐居地も楽ちん。その後は3年間に溜まったいろいろなものを分別。夜にはいつも手伝ってくれる友人たちとともに荷物を運び出し、北谷から那覇へ。那覇の店舗に着いたら、まず一番最初にフローリングマットを敷く。床を最初に決めないと上に物が置けないからである。ちなみにこちらの友人たちは北谷の店舗のマットも一緒に敷いたので慣れた手つきである。慣れていないのは店主の私で、両面テープが足りなくてドンキに買いに行ってもらうわ。マットを切るハサミのことを考えていなくて、数センチずつしか切れないハサミでマットの端を処理する羽目に。行動力と引き換えに計画性がないので、たびたびこういったことがよく起こる。そんなこんなしながら、ある程度マットが敷き終わった。フォローしてくれる友人たちには感謝しかない。残り26日でどんどんお店を仕上げていくので、応援、いいね、フォローよろしくお願いします。